シドニー・ポワチエ、シドニー・ポワティエ、シドニー・ポワチエ、区部、1927年2月20日大は、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身の映画俳優、監督、黒人俳優としての先駆者的存在の一人で、男優としては初めてアカデミー主演男優賞を受賞した、区部を与えられた。両親はバハマで、トマト栽培で生計を立てる農夫であった。 出荷先のマイアミで母の妊娠が分かり、そこで生まれたのがポワチエである。予定日より2ヶ月早く生まれたため、育つかどうか心配した両親はマイアミに3ヶ月滞在する。アメリカで生まれたため、アメリカの市民権を有することとなる。15歳の時、生活の事情で単身で、再び渡米。17歳の時にニューヨークに移り、あらゆる種のアルバイトを転々とし、 年齢を詐称してアメリカ軍に入隊。青年月日に諸説があるのはこのためである。除隊後はアメリカンニグロシアターに入団し、俳優を志し始めるが、故郷バハマの名りが取れなかったため、裏方での仕事に終始していたと言われる。1945年頃に映画デビューを飾り、1946年には黒人俳優だけの舞台でブロードウェイに初出演。 1955年、暴力教室の生徒役で注目されてからは、知名度が上がり、続く1958年に公開された、手錠のままの脱獄では主演のトニー・カー,ーティスと共に、アカデミー主演団優勝にノミネートされるなど、その後は順調にキャリアを重ねた。1950年代のハリウッドで、黒人が主要なスター俳優を務めたのは、ボワチエ唯一人だった。ボワチエは、 当時、MGM のスタジオには、黒人は私一人しかいなかったとコメントしている。ポワチエが映画に進出し始めた時期は、以前の黒人俳優には労働者のような派役や悪役程度にしか活躍の場が与えられていなかった時期から、公民権運動の活発化を受けて徐々にタイグルが善、されていた一方で、そういった気風も抜け切ってはいないという、いわば黒人俳優の黎明期であった。 その中にあって、黒人俳優の最古さんの一人とも言える人物で、当時人気を博していた、ウディストロードのようなパワフルでたくましい肉体を要した、アクション系の黒人俳優の個性が定着しつつ、あったが、ポワチエはあえて肉体のパワーではなく、演技と地のイメージでの活躍を意識したという。こうした一見、地道な個性が1963年の社会派作品。 その百合におけるアカデミー主演団優勝及びゴールデングローブ賞主演団優勝受賞という歴史的快挙に結実するのでや、この受賞式でポアチエは私一人でもらったとは思っていない。これまで努力した何百人もの黒人映画人の努力が実ったものだと思っているとコメントしている。一方、同胞である黒人たちからはショーウィンドウの中の黒人とも揶揄された。 ポワチエの演じる黒人像とはあくまで白人が望む素直でおとなしく礼儀正しい黒人だった。ポワチエが演じる男たちは教養がありきちんとした英語を話しマナーを身につけ地味な服装をし中性的でおとなしい扱いやすく無害なものばかりだった。彼の出演作にフーズカミングツーディナー今日のディナーに悪い意味で誰が来ると思う 広大、招かれざる客があるが、簡単に言えば、ボワチエが各作品で演じる黒人男性たちは、進歩的な白人なら、夕食の席に招きたいと思わせるような、火の打ち所のない理想的な黒人だった。1950年代からの公民権運動の高まりの中、白人にとって理想的な黒人を演じ続けた、ボワチエだが、1965年、ついに、 ワッツ暴動によって、今まで白人から暴力を受け続けてきた黒人が、白人に対して暴力を振るう時代がやってきた。こうした、ボアチエの演じる黒人像は、時代に合わないものとなっていく。1964年、昭和39年10月、野の百合の公開のため来日。しかし、こういった制限の中であっても、黒人スター俳優として、 それまでのハリウッド映画における黒人俳優の地位を向上させたボワチエの功績は大きい。1968年、招かれざる客、夜の大捜査船など、社会的かつ人種差別問題を真正面から提起する思い題材に挑み続け、多くのファンの支持を獲得した。こうして黒人俳優という一つの道を開拓したのである。同年、かつて生徒役で登場した。 暴力教室のリメイク版、いつも心に太陽を、に主演。作家霊先生役で登場し、日本でも広く知られた。公民権運動が公民権法の制定という形で一段落を見せると、ハリウッドの白人資本は、白人映画の脇役扱いしかされない黒人スターに、不満を持っていた黒人観客向けに、ブラックスプロテーションを乱作するようになった。 これらは黒人がヒーローを演じ、白人は悪人か、脇役として扱われるもので、ボワチエの時代とは全く別次元のものだった。そしてこれらは黒人たちの圧倒的な人気を得るようになるのである。次第に、ボワチエの演じる黒人は古いものとなり、スクリーンでの活躍は激減していく。ハリウッド白人資本家での黒人俳優の扱われ方が変わるとともに、 ポワチエの役割は終わったのである。1970年代以降は、ポール・ニューマンらとプロダクションを設立し、監督業にも挑んでいる。その後、ポワチエの開いた黒人スターの道を継承して、多くの演技派の黒人俳優が台頭。その第一人者が知的な演技で、高い評価を受け続けるデンゼル・ワシントンであり、いつしかスクリーンでは、違和感なく黒人ヒーローが活躍するようになった。 2001年に贈られたアカデミー名誉賞は、こうしたボワチエの功績に対するアメリカ白人映画界の敬意を象徴している。また、2009年には大統領自由勲章を受賞した。彼以外の受賞者には、アメリカ初の女性最高裁判事、サンドラ・オコーナーや理論物理学者のスティーブン・ホーキング、デズモンド・ツツモト、大主教など、人種や性別、 身体障害などでハンディを負ったマイノリティの人々が選ばれており、受賞者であるバラク・オバマ大統領は、人の気力は人種や性別、身体の強弱で制限されるものではないと称賛しており、社会的ハンディを克服したい人の一人に数えられている。近年の主な代表作は1988年の主演作、リトル・ニキータや、影なき男でのタフガイ刑事。 豪華スターが結集した1997年、ジャッカルでの FBI 副長官役2001年に主演した TV 作品、希望の大地での知的で温厚なレンガ職人などが名高い。1990年代後半から2000年代以降は TV ドラマでの活躍を軸に演技を披露、さらなる新境地を開いている。中でも、 南アフリカのアバルトヘイト時代の終焉を描いた1997年の大型 TV ドラママンデラとデクラークで主人公ネルソン・マンデラを演じた。また1998年主演作デビッド・アンド・リサ・心の扉では心に傷を持つ少年と少女を優しく陰ながら見守るミラー愛し役で抑制の効いた演技を見せた。一方でマナ娘シドニー・ターミア・ポアチエとは 制作、主演の異色スリラー、フリー・オブ・エデンで父子共演を果たしている。2010年代以後も数多くの TV 作品に精力的に出演を続けている。バハマ中日特命全権大使に任命された経験もあり、日本への赴任はしていない。人望を買われて政界への進出を壊れたが、本人は拒んだとも言われる。1950年に結婚。 4人の娘がいるが1965年に離婚。1976年には女優のジョアンナ・シムカスと再婚し次女がいる。そのうちのシドニー・ターミア・ポワチエは女優。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。